エルガチャンネル、はい、今日も来ました、小柄屋さんです。じゃあ中で丸が待ってるんで突撃しましょう。あ、こんばんは。お待ちしておりました。お待ちしました。どうもどうも、お待たせ様です。どうもどうも、こないだぶりよね。そういえば同窓会、うん、一応先にいろいろ頼んではいます。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。2023年一発目のエルカチャンネルの動画です。毎年恒例のですね、初詣にやってきたところです。しまったな、しまったな、なんかやらせみたいになったな。今年も無事に1年が過ごせるようにと。過ごせるかな。ほら、今お願いしてきたとこなんだから、そんなこと言っちゃダメですよ。はい、ということで始まりました。忘年会編です。今回もいつもお世話になっております。小柄屋さんに協力いただいております。はい、それではね、じゃあ早速行ってみましょうか。はい、お疲れでーす。おいしい。新しいお仕事どうっていう。いや、楽しいよ。全く関わってない仕事だしさ、新鮮なの。一番は兄貴かな。あれ、なんかわかります？マジンガー世界。お前はスパロボで魂の声を聞いてないのか。あ、俺だろ。はい、わすいません、ちょっといいよろしいですか。来ました、文集が来ました。水木一郎さんってご存知ですか？知らないと言ってますけど。お前は絶対聞いたことあるぞ。お前、宇宙戦艦ヤマトとマジンガー Z を知らない日本人はいないぞ。アニメ知らなくても主題歌は知ってるぞ。でもね、え、でしょ。飛ばせていけロケットパンチだよ。でも空に急いでる黒金の塩だ。おいおい、もうスパロボやり直すか、もう一回。本当によろしいですか。そもそもなんですけど、はい、スパロボやったことないと思います。もともとスパロボにいんのよ。え、スパロボの経験は、はい、あ、あ、もうやばい。知らなかった自分に対しての罪の意識が耐えきれなくなったみたいです。そしたらですね、最後ならアイス。そうね、アイス頼むかね。一気にガブッと。さあ、キリトさんの名台詞が出るか。これはね、おいてぃ。やってきました、今日はこの日です。もののふの力。去年の屈辱を写真撮ってもらったんですけど、それがなぜか残ってなかったんで、今回はちゃんと残りましたよ。なんと大将とお話しすることもできました。そしてキリトがですね、横いますけど、こっち向いて、ちゃんと伝えましたね。伝えたね。地上まで行ったと。それまでちゃんと行ったと。かかった時間は32時間。今回お市場用にですね、用意してきた秘密兵器があったんで、絶対これ分かってもらえると思ったんですよ。分かってくれましたもんね。リュックの中にね、豆吉くん持ってきたんですよね。途中で気づいてくれましたよね。だいぶ少ないですね。じゃあイメージだけでも覚えて帰っていただきたいなと思いますが、
あ、豆吉君も持ってくださっている、ありがとうございます。グレートヤスコ青い武装隊、我らは伊達武装隊、お市場おもてなし甲冑隊だ、こんにちは。熊本城おもてなし武装隊、名古屋おもてなし武装隊、参る神戸清盛隊。今日誰のためのイベントと思ってると思う。俺のため。そうよ。見てんこの人の多さ。去年ファイナルより多いんじゃない。キリトのためにこんだけ集まっとるとよ。分かっとるとね。あざす。さあやってきましたよ。熊本城で会おう。2日目です。やっぱ日曜日ですね。多いですね。今城西園の方で。小倉城見てきましたけど、はい、どうだったっすか。いいよ、面白いもん、ま、俺の2推し。今日はちょっと一歩踏み込んでみて写真撮ってくださいって。あ、言ったね、はい、撮ったね。撮りましたね。さ、まさかの固い握手までしてて、ね、昨日より多いっすかね。昨日多いのかな。秋田には秋田、やっぱ日曜日って感じですかね。お、なんか買った。買いました。何買ったの。信州上田おもてなし武装隊10周年記念。昨日が首掛けてる伊達武装隊だよ ね、うん、俺がですねまた推し城の方に顔出しまして旅なるものを購入しました。で、大将がいたんですよ。声かけてみたらですね、あの写真心よく撮ってもらえて一緒に撮りました。いやーよかった。生きとし生けるもの、そして戦で失われし全ての御霊をあまねく平和と安寧に導かんがため、三千と輝く黄金浄土を築き上げん、我が名は清原の清平、奥州の覇者である。我らはここに生まれ、我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。一心に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに生まれ、どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか、共に悩もうではないか、共に喜ぼうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではないか。なんかめっちゃ見てくるんですけど。やったー。おい、みんなよ、 わしの妻みんなよ、殺すぞ殺すぞ。わしが黒田官兵衛じゃ。福岡藩関東様でございます。まさか初日あの者が地元に帰ったということで、まさか2日目わしがこの場を務めるとは思わなんだ。うん、ありがとうございます。良き戦場であったぞ。引退ということで断髪式を執り行う。
見事に最高に感動しておる。ありがとう。みんな行くぞ。今日って、うん、あのキリト元気に使用会じゃないですか、うんうん、言っても誕生日が近いんで今月だからね、はい、うん、どうもどうもお疲れ様です。仕事お疲れ様でした。いや、やっとメンバーが揃ったからさ、うん、始まったって感じ。7月の30日31日休め、水木奈々さんがですね2回目の熊本上陸ですよ。ありがたいと我々のね奈々姉さんが、それも今回の場所が熊本城ホール、前回よりもめちゃくちゃ多くなると思います。これに関してはぜひぜひこの3人は最低でも参加したいなと、うん、殿お誕生日おめでとうございます。はい、合ってますよね。合ってます、4本で合ってます、4本で。ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディアキリト、ハッピーバースデーとユー。はい、です。ちょっと早いけど、お誕生日ちょっと早いけどね、うるさい。こちら大したものじゃないんですけど、長さ2018年の熊本一発目アスペクタのライブのタオルです。おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ、そういうことなんで7月30日、31日熊本に行けと。そう、あれなんだろう、これどういうことですか。熊本一回だからドッキリなんだろうけど、それを超えてるんで。ドッキリじゃない、サプライズよ、サプライズ。
熊本城のですね、飛行するやつでポロシャツがですね、予約販売があってたんですね。それを予約しようかなと思ったんですけど、ちょっとデザインが好みじゃなかったので、同じく復興につながるやつで T シャツが前からあるんですね。その T シャツの方をですね、今回買いに来ました。よいしょ。あ、こんにちは。 T シャツ？そう、 T シャツですね。これか、こっち、うん、うん、この後ろが、あ、これ見ていいよねとか思ったんだけど、うん、この物の服じゃない、ああ物の服じゃない、ああ、残ってましたか。まだちょっとね、あるな。なるほど、わかりました、見ておきます。はい、ちょうど会社でその話が出たもんで、うん、食いついてくれた人が一人いて、ではでは、まあ、はい、今日はどうもお疲れ様で、はい、なんで今回来たかっていうと、前回熊本城に来ましたって言ったのって T シャツが欲しいっていうので来たんですよね。で、今日これ下にT シャツ着てきてるんですけど、その日家に帰ったらですね、何か届いてるんですよ。何だろうと思ったら、復興常駐の感謝状がやっと届いたんで、熊本城、よかったっすね。よかったね。5年ぶりっていうのかね。そうっすね。ナナさん最高でした。最高だね。とても格好が今日こんな感じで攻めたんすよね。いやー、よかったよかった。もう今日のために今月は生きてきたようなもんだんで。でももうすごかったね。あの、俺たち2階席に行ったけどさ、床が揺れるんだよね、うん、みんなジャンプするからね。ねえ、びっくりしちゃったあれ、うん、俺が揺れてんのかと思ったもんね。いや、すごかったわ、うん、改めて生でね見るとね違いますね、はい、おはようございます。あら、いつぶりですか、会うのは。去年ぶりですか。いや、一昨年ぶり。この間、水木奈々のライブ行ってきましたよ。見ましたよ。お土産どうぞ。中にレシートも入ってるんでお願いします。お土産じゃねえ。あ、これこっち見せてあげてください。熊本で配られていた銀テープね、各場所で色違いでそれが出回ってます。と、ライブのタオルです。2800円だったんで、まあおまけして3000円で切りがよく。3000円だから2000円じゃん。と、これがライブ T シャツです。ほら、後ろにちゃんと色々書いてあるでしょ。中華製のアンドロイドナビを買いました。こちらのカーナビなんですけど、使い始めて7年ぐらい経ちます。連日気温が高くてカーナビがバグってくるんですよ。ナビを買いました。値段はつけてるナビの半分ぐらいの値段で買えてて、見てほしいのは、まあ、このカーナビの大きさですね。こちらの Android のカーナビです。大きさが今までのが7インチだったんですけど、今度のは9インチです。全然大きさが違うですね。あ、画質はすごい悪いですね。ドライブレコーダーです。残念なことに、ここから電源をこうやって取ってます。シガーのところですね。ということで、今回はドライブレコーダーの電源をシガーソケットのとこからヒューズボックスの方に映したいと思います。今つなぎましたよ。アクセサリーのとこから引っ張ってきました。で、この中でぐちゃぐちゃにして、こ
こら辺で顔出してるんですけど、さあな、ちょっと電源入れてみましょうかね。はい、Android ナビがつきました。あれ、電源が入らないぞ。やってきました、縦の駅。乗るのが、この12時7分ですね。高森に着くのがまあ45分ぐらいなんですけど、うん、わーすげー、わー、上は全部イラスト。出発進行です。これは銀河洋ですね。はい、到着。はい、高森駅に着きました。ね、はい、なんとここで丸には黙ってたんですけど、はい、まさかのサプライズゲストが。まさか。2時間時間潰します。今高森の中にやってきました。ああ、湧水トンネルね。いい。ああ、700m 先ですよ、うん、ってくるという。見ちゃいますか。はい、千本桜と別の桜のスポットができてるんですよ。まさかライバルが、はい、YouTube で見てたら出たやつがですよ、うん、まあ、昔ながらの、はい、ところが多いですね。まあこんな感じもいいんじゃないですか。そうそうそう、こう毎日毎日ですね。あの時間に追われなんかもう、なんか、あ、疲れた。お、200m も歩いたかな。あ、あそこ今車が曲がってるあたりじゃないですか。大変なことになる前で良かったのかもしれない。さ、全開を回復させてくれるんでしょうね。知らないおばあちゃんがね、案内してくれたんですよ。こっちこっちって。おばあちゃんだけど座敷わらし。ちょっと面白いね。これ最悪、中松からですよ、うん、タクシー拾うしかないんじゃないですか。はい、すいません。はい、すいません。どうしてください。6時堀のお客様ございます。そわということで、カメラの電源がもうなかったので、こっちスマホの方でやってきました。あ、こんにちは。あ、中でカメラ回してもいいですか。やっぱカレーです。そうですね。イノシカカレーですね。イノシカ。はい、エルちゃんのショーでーす。もうすごいね、その大一丁と。すっごいでかい。ほら、上が見えない。なんかあそこみんな集まってますね。あの下踏んだらこう、わーって。あ、前もなんかあったやつ。そうそう、これ前もあった、こんな感じ。でもこれ踏んだら何か起きるの。外れ。あ、もしかして足跡ですか。そうそう、こういう原因が。ああ。さあ、登ってきましたよ。あ、ごめんなさい。すいません。
女の人がさダッシュで走ってくれるわ。落ちたら危ねえもん。お、カウントダウン。おー、出た出た。すごい迫力だな。おー、反対も出た。うわ、出た出た。この角度はすごいな。なかなか。ハイボールを。エヴァです。はい。稲妻は何なんですか。稲妻は元気ブランディー、ちょっと甘めのウイスキーじゃないですか。なるほど。一回飲んでみますか。稲妻ではちょっと一回。わかりました。すいません。多分熊本県しか扱ってないやつですよ、ね。ええー、初めて見ました。ウイスキーがあんまり手に入らなかった頃にそれに近いものを作ろうと。昔っぽい。あ、でも確かになんか。そうそう、電気。そう、電気はなんか昔その電気が灰からみたいな。あ、なるほど。全然意味はないらしい。エレキテル的な。そう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 。だから揚げ。ありがとうございます。ウイスキーのホイル焼きです。あの、開けるとき熱いので気をつけてくださいね。グラタン、グラタンですって。初めて俺こう、聞こみご飯ですね。ああ、結構出来上がってきましたよ。中盤ですよ。はい、もういろいろあってね。はい、あの今日お店来たらですね、めちゃくちゃ人多くて、あのカメラ回せなかったんですけど、今ですね、はい、全員揃ったんで、はい、キルト、キルトです、はい、キルトさん、はい、はい、なんか、なんか、今日雪大変でしたね。大変、久々見たね、積もってるの。阿蘇の方に来ないからね、うん、普段が。今やっとだもんね。ありがとうございます、はい、ウシはこっちちょっと下に下げてますんで、これで今日は来てくれてどうもありがとうございます。こちらさん、ありがとうございます。あの前回の忘年会にも来てもら、あ、うん、忘年会じゃない、同窓会にも来てもらって、ね、本当ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあ、じゃあ最近なんかよく一緒に写ってるマールですね。マールです、はい、どうもどうも。今回もどうもありがとうございます。いやもうね、お付き合いありがとうございますね。今年も一年ね、まあありがとうございました、はい、本当に。また来年もね、よろしくお願いします。はい、はい、いやでほら、もうご料理もほぼほぼ食べ尽くしちゃったね。で、どう、な、なんで、何が出ましたっけ。ちょっと言う、唐揚げ食ったでしょ。唐揚げ食ったね。あ、なんだ、あ、このアサリ系、あ、そう、アサリの酒蒸し。あ、はい、はい、で、バニギリね。あ、そう、もうなんかほら、ネギしかない、ネギしかないバニギリ。あと何食ったっけ。ハムカツね。あ、ハムカツか。ハムカツと、あとおまかせサラダ。あ、はい、あと小エビ、小エビの天ぷら。あ、さっき食べましたね、はい、キリトが食いたいっつって。今日はこの4人いるんですけど、うん、まあ、丸は先にね、お店に到着してて、で、俺とウーシーが合流してやってきたんですよ、うん、だけ今日一番最後だったのがキリトなんですよね。俺が一番最初だと思ったんだよね。そう、え、あ、だって早いよ。だって自分で遅かったら9時ぐらいに来ますとか言ったじゃん。あ、昼の3時ぐらい。その時点でこの3人は、あ、そんな遅くなるって、うん、って、でも雪も降ったしなとか思いながら、ね、まあ、だけ今日朝は本当に、朝はこのくらい雪が降ってるよって俺写真送ろうと思ったのよ。そしたら俺より先に朝に行ってるやつがおるじゃん。だけ送ってもしょうがないかと思って。大阪は雨かなって、トンネル行ってたら雪なかった、雪やって。そうだ、俺もそうだった、お前。あのトンネルを抜けたら雪景色みたいな感じだよね。違うよね、びっくりするから。いやでも本当今日4人揃って、そうね、久々ね、はい、良かったです。楽しいね、今日。
なかなかね、やっぱその2人なら2人とか、そうそう、でも楽しいんだけど、うん、やっぱね、違うね、4人集まるとね、うん、揃って嬉しいもんよ。あのね、シラフ2人だけど、どうもすいませんね、酔っ払い2人でね。エルちゃん今日、丸のおごりです。いただきます。おーし、おーし、おーし、あとで、あ、カメラ止めろ、カメラ止めろ。来年もよろしくお願いします。また新年会もね。あ、新年会もぜひぜひ。待ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日多かったもん。多かったっすね。ありがたいです、もう本当に。いやいやいや、火曜日なのに。そう、やっぱ忘年会シーズンも ね、あるんでしょうね。もうあの忙しすぎて腰痛めましたけど、あ、気をつけてね、そうだ、はい、もうなんかね、今バーサみたいになる気がする。おー、おーまた来年もお願いします。はい、来年もごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。またよろしくお願いします。楽しかったっすね。そうね、どうも今年もありがとうございました。よかったっす、楽しかった。あ、じゃあ今日また来ました、小柄屋さんでした。はい、新年会もまたあるならしましょうか。はい、まあねきりと社長に聞いております。